優勝戦1号艇西島選手です。おはようございます。はい、おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。オール2連隊でここまで来ました、はい、今のエンジンの仕上がり具合改めて教えていただけますか。そうですね、行き足中心に、自分の好みの仕上がりになっていると思います。どうでしょう、序盤からそのご自身好みの船足だったのか、それとも徐々に節間ごとに積み上がってきたのか、どうですかね。もう前傾はもう全然行き足がなくて、ダメだなと思ったんですけど、プロペラしかやってないんですけども、いい足になっていると思います。エンジンに関してはではじゃあ不満なところは今は特にはないですかね。まあ強いて言えば伸びがまあ普通、良くて普通かなっていう感じです。今日まだ時間があります。調整面お考えの部分はどうでしょうか。いや、プロペラの微調整だけでいきます。スタートに関しては昨日は2走とも1009というタイミングでしたが、シリーズ通しての感はどうですか。序盤はねちょっと突っ込みきれてなかったんですけども、昨日は 2走とも全速でいきました。1号艇です。確認事項です。ピット離れの部分は問題はないですね。あ、問題ないです、はい、あとはじゃあスタートをしっかりといって先に回るだけですね。そうですね、あんまり後手踏まないような、いいスタートができればと思ってます。今年2度目の優勝へ向けて、では最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい、勝率ないエンジンでしたけど、思うような仕上がりができました、あとは自分との戦いだと思ってます、しっかりスタートいって逃げたいと思います。お願いします。優勝戦2号艇松本選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。オール3連隊節間ここまで4勝です。このエンジンのいい部分、56号機教えていただけますか。はい、出足回り足系統がいいと思います。序盤からその部分は来ている感じでしたか。あ、そうですね、大きくペラ叩き替えて良くなったと思います。どうでしょう、船足に関してあと求める部分があるとするならば。まあ、結構いい足してると思うんで、どっちかといえばキープでいきたいかなと思います。ということは今日まだ時間があります。調整はそこまで大きなことはしなくても。そうですね、はい、はい、スタートに関しては後半に入っては0台も3本あたり見えていますが、ご自身の感としてはどうでしょう。だいぶ景色となんか一致してきたかなと感じます。2号艇です。勝利のためにどういうレース心がけていきましょうか。そうですね、しっかりスタートいって、まあ、攻めるレースしたいかなと思います。周りには並みいる大先輩がいますが、しっかりと自分のレースをして、はい、超えていけるよう頑張りたいです。そして今日から7月です。 A1 としての戦いですよね。あ、はい、どうでしょう、やっぱり7月最初のレース A1 として臨めるその心意気、気持ちというのはどうですか。そうですね、やっぱりいい感じに開始したいかなと思ってます。ではその意気込みを最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい、優勝を狙って頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦3号艇藤岡選手です。おはようございます。おはようございます。優出おめでとうございます。ありがとうございます。前節の優出エンジンです。15号機今のところのこのエンジンのいい部分教えていただけますか。いい部分、全体的にいいと思います。バランスが取れて。そうですね、はい、そのバランスが取れているというのはどうでしょう、シリーズの序盤あたりからは感じていましたか。いや、一昨日ぐらいから、はい、徐々に良くなってきてって感じですね。どうでしょう、シリーズ通して調整面やってきたことというのはメインはプロペラとかになりますか。そうですね、ほぼほぼプロペラ調整ですね。じゃあそれがシリーズを通していい方向に運んでいたという、はい、はい、今日まだ時間があります。調整お考えのところはどうですか。そうですね、そこまではもう微調整ぐらいでいきたいと思います。スタートに関しては今節勘というのはご自身いかがですか。ちょっと勘とはずれてるんですけどね、遅れることはないんでいいかなと思います。3号艇です。勝利のためにどういうレース心がけていきましょうか。しっかりスタートいって、あとはもう展開次第ですね。では最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。いいレースできるように精一杯頑張ります。優勝戦4号艇高橋選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで節間4勝の活躍です。57号機今のところのいい部分教えていただけますか。出足から行き足がいいと思います。それはどうでしょう、節の序盤から感じていましたか。はい、さらに上積みできた部分があるとすればどんなところになりますか。いや、もともと行き足がいいなと思ったんで、乗り心地とかを起こさせて、出足もそれできたかなっていう感じですね。いや、エンジンに関しては、不満な部分は特には今はない感じですかね。はい、はい、優勝戦までまだ時間があります。今日作業の部分は
そこまでは、では考えてない。あ、大幅なことはしないです。はい、わかりました。スタートに関しては、まあ、ゼロ台もありますし、タイミング的には非常に安定しているようにも見えます。ご自身の感はどうですか？はい、だいたい自分の思ったところに入っていると思います。4号艇です。レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか？まあ、展開が開けばつける足はあると思うので、しっかりつきたいと思います。では最後にファンの皆様へ向けて一言お願いします。優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇木山選手です。おはようございます。あ、おはようございます。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。今節の中では一番勝率のあるエンジンです。ただ最後が前走車転覆で終わってるんですが、まずその部分の影響というのは序盤はなかったですか？あ、ちょっとどれぐらい前の車が出てたのかわからなかったんですけど、まあ下がることはなかったんでいいかなと思いながら。はい、今のところのではじゃあエンジンのいい部分、特徴というのはどんなところにありますか？バランス取れて全体的にいいとは思います。どうでしょう、それは徐々に積み上がってきたものなのか、結構序盤からそのバランスの取れてる感じは続いていたのか、どちらでしょうかね？徐々にの方ですね。はい、はい、どうでしょう、じゃあそれは調整がうまく進んでいるということですかね？と一応自分では思うんですけど、はいはい、その調整というのは今節メインはプロペラだけです。はい、はい、今日優勝戦まで時間があります。調整はどうしましょうか？昨日と同じぐらいのところでは調整できたらいいかなとは思ってます。何か大幅なことはまあじゃあ特にはないかな。考えてないですね。はい、スタートに関してはどうですか今節？いや、スタートはもう徳山はいつも難しいんですけどね、まあ、それだけですかね。はい、勘をつかむことだけです。しっかり特訓とかで煮詰めながら勘をつかんでいきたいですかね？そうですね。はい、5号艇です。レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか？そうですね、まあ、マクリーザー式かっていうのを、まあ、できればいいかなとは思ってます。久々の優勝がかかります。最後にファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、見せ場があればいいと思います。頑張ります。優勝戦6号艇重野選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。35号機なんですが、このエンジンの今のところのご自身の評価としてはどうですか？本当に普通の波ですね。波、もうそんなにどこかが引い出てるわけではなく、もう普通のどの部分を取ってもちょっと、そうですね、はい、はい、いいところを求めたりすると悪いところばっかり出てくるような感じです。ちょっとじゃあシリーズ通してかなり調整は苦労されました。はい、はい、どうしましょう、今日枠番含めて調整としてはどのようなお考えですかね？まあ、石川さんみたいにピットでよくしようとは思ってないので、はい、伸びを求めて良かった時もあるので、その調整を踏まえて今日試運転しようかなと思ってます。スタートに関してはただ今節非常に切れてますよね。いや、やっぱエンジンがしっかりしてないので行く気にならないとっていう感じですかね。はい、6号艇です。枠は遠いですし、ちょっとエンジンのコメントもありますが、ただチャンスはないわけではないですからね。そうですね、はい、はい、6分の1だと思ってます。はい、わかりました。徳山に関してはご自身水面相性としてはいかがですか？この間来た時はそんなに良くなかったんですけど、もともとはすごい大好きな水面なんで、はい、ではここで相性の良さを生かしたいですね。はい、はい、今年 V2 がかかります。最後にファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、久しぶりに優勝したい、応援お願いします。